どうもメリクリ。クリスマスイブっていうか、クリスマスですね。2018年の12月何日だ、12月25日の夜中の0時半です。肉焼きます。あとありがとう。お疲れ様です。お疲れ。おはよう。匿名クリボチさん、1個目プレゼントボックスをプレゼントしました、うん、あ、プレゼントボックスありがとう。じゃあ肉焼くか。のんちゃんはずっと寝てます。僕に構ってくれません。全然構ってくれない、のんちゃん。何やればいいんだ。のんちゃん、やり方が分かんない。教えて、どうすればいいの。のりこ、じゃがいもとか、なんかほうれん草とかからでしょ。うん。ヨウタさん、こんばんは。はい、こんばんは。じゃがいもとほうれん草の何をすんの。焼く。じゃがいもどれくらい食べる。この3つ食べた。じゃがいも食べる。4つにする、うん、1個じゃなくて4つにする。2つでいい。4つにしよっか。うん、多め、うん、じゃあ、ちょうだい。これうまいよね、いい感じで。甘いね。ほうれん草はどうやってやるの。じゃがいもをチンしてから炒めるとか言ってなかった。
皮むかなくていいの？むかなくていいよ、うん、美味しいよ。ちょっといい、ほうれん草の器を取ります。しょうないよね、うん、ベルチンしたくない。クリスマスみんな意外とリア充だな、誰も見てないね。ふわち意外とリア充のやつ多いんだよな。
CD さん、こんばんは。ニンニク系。ニンニクだよ。こんばんは。CD さん、ニンニクうまそう。ニンニクいいよね。ガーリックステーキで、ガーリックステーキ。
ないとダメだ。柔らかくなるまで入れる。トメカンさん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。F1CP753 放送お疲れ様です。僕の CD さん、そこまでちゃんとやるか、相原。いや、食に対するこだわり大事でしょう。うまいもん食うのはね、こういうことだろうね。何の意味だ。一手間でなんか味変わるぜ。楽しくない？関係ねえから、仏教徒だから。どちらかといえばブッダ派だから。何がクリスマスだよ、本当に。おへの CD さん、そのひと手間、頭では分かっててもなかなかできないんよ、わら。ああ、バターちょうだい、飲んだ。高いバター。バター高いんじゃない。三糖尿対策はチリ缶。糖尿、いやだから糖尿やってるよ。ジュースとスイーツやめたよ。ジュースとスイーツやめるだけで多分大丈夫だと思うから。つらたんだよ。あ、でもね、これマジの話すると目覚めが良くなったのと体調良くなってる、この2日ぐらい。マジで、ね、寝起きいいよね、俺。うん、目覚めで疲れが抜けるようになってきた。だから糖分かもしんない、本当に。すっげえわかりやすい。スイーツはダメだ。スイーツダメだね。うん、甘いものは疲れがたまるね。うん、おへの CD さん、たった2日で。もういや、マジでマジで。だからそれくらい食いすぎてなんだと思うよ。だから毎日毎日もたれるぐらい食ってたってことでしょ。
米は食ってる食ってる。なんか包丁がない。そんなに太ってないけどね、大丈夫かな。よし、ぶち込むぞ。早く。はい。あ、残ってた一個。これ。いや、新潟ってやつじゃないの。ほんと、あと、あの、なんだっけ、ほうれん草、ほうれん草一緒にやる。あれやる。金太郎はドリタイさんはどつ。はい、絞ってやった方がいい。水っぽいから。ロカビチャさんは予算限界にするとかなりドカンと良くなりますよ。まるまる。あのね、今ね、玄米っていうか、俺玄米はあんま好きじゃないの、正直言うと。むしろ嫌いなの。あのね、あの麦飯にした。麦飯。麦飯はうまいね。ほら、化粧品さん、むすむすして、お菓子も昔美味しかった。うまいよね。健康的なものの方がうまい。ピチャさん、芋類は控えて砂糖を変えましょう。まるまる。そうだね、芋類。いや、そこまで完璧なあれはしないって。あの、糖尿病じゃなくて糖尿病予備軍で、生活不摂生だから。で、インシュリンとかじゃないから。糖質制限は俺ダメだと思ってるから。いや、普通の食事をしてれば大丈夫だと思うよ。ヒトラーさん、メリクリ。メリクリ。あ、ほら、化粧品さん、血糖値爆上げするのは、せー、小麦。いや、砂糖だよ。あの、炭水化物が入ってるから、そこまで、米でそこまで上がらないよ。米、芋類も確かに糖分入ってるけど、あの、食物繊維が入ってるから、そこまでガツガツにやると病気になるよ、逆に。さあ、こんなもんかな、のんちゃん。よく炒めた方がいい。よく炒めた方がいい。ちょっともうバター飛んじゃって炒まらないよ。大丈夫か。ロカピチャさん、今度 G が入って調べてみてください。まるまる。それだけ見たらすごい。いや、うるさい、あのロカピチャ。俺知ってるから。
あのしつこい、しつこいやつ嫌い俺。朝からイライラさせんな。調べろとか言われないといけないんだ。忙しいんだよこっちは。ロカビチャさん、そうですか、失礼しました。ふざけんな。付け合わせのインカの目覚めとほうれん草のバター炒めです。付け合わせです。これ直前に温めて、牛っしょだい。え、昨日のは？昨日1個だけ買ったの。昨日使ったの牛っしょ。もうないの？うん、2個もらうべきだったな。じゃあ俺のコーヒー買ってくるんね。ガーリック炒めいいよね。いいでしょ。ガーリック炒めって言ったらこれガーリックチップにする。
男子予選です。鶴根さん火力弱いな。うん、ありがとう。寒かった、うん、寒かった。寒い寒い。鶴根さん、ここで千のバイオリン。鶴根さん、やっぱり千一も聞きたい。いっぱい入れた。ガーリック油吸うよね。ステーキは弱火でやんの？強火？オイルにガーリックの匂いをつけるの、うん、ガーリックがいい感じになったら一回ガーリックを取り出して、うん、その匂いのついた油で肉焼く、うん、あ、取るんだ、ガーリック。うん、OK、分かった。強火？火加減は一回強火にしてまた酸味する。なるほど。ステーキ焼くときだよ。うん、OK、分かった。油足りる？これで少ない？もうちょっと入れた。
くももんさんおはようからございます。こんばんは。鶴根三肉に筋入れてね。こんばんは。柏木さんはとつ。はい、はとつ。ガーリックだけ取るんだよね、うん、油だけ残してガーリックだけ取るの難しくない？なるほど。ともゆきさん、ニンニクの量グッドですね。カリカリのガーリックチップができました。Thank you.
肉はバッチリ、俺バンバン使う。これ3に戻すの？柏木さん、これは7号さんも喜びそうなくらい美味しいそう。もくもく、あ、そんなに結構強めってこと？猫の目さんはどう、おはよう。おや、もういいでしょう。行くよ。さよなら。クモモンさん、塩コショウはしたのかな？よ。猫さんだ、柏木さん、いい感じですね。メさん、最近トム元気ないねん。トム全然おすすめ欄にいないけど、最近もう1年ぐらい見てないけど、どこの配信サイトでやってんの？バッチやってんの？おすすめに出ないよ。柏木さん、確かに元気ないかも、心配だな。猫の目さん、ふわっち、よう見てないな。元気ないんだ。この目さん、体調悪いねんて。体調悪いんだ。MPK3、 外国の肉って硬いよね、食べるとき。硬いよね。
和牛がやっぱ一番うまいよね。でもこれ味美味しかった。俺だから赤身の肉あんま好きじゃないから、あの熟成フィレあんじゃん、ステーキ。そう、ああいう風に臭みが取れてるといいんだけど、なんか俺ダメだ。筋っぽくて硬い。やっぱ和牛だよね。それ肩ロースって言ってたから硬いのかもね。これ肩ロース、うん、炭酸水につけとくと柔らかくなるって本当かな。少しは柔らかくなんじゃないの？なんかさっき見たけど、コーラにつけておくと少し柔らかくなる。でもあんま、なんか都市伝説でしょ。ちょっとチェーンお願い。はい。あ、いやいや、肉ごとチェーンしようか。いいか、いい。じゃあいいや、これチェーンしよう。肉が硬くなっちゃう。こんなもんでいい？よく焼けてるか見て。できたかな。多分大丈夫だと思うけど。切ってみよう。切ってみる？裏も焦げ目がいるの？うん、裏はいるよ。いや、ないな。あ、ダメだ。俺の嫌いな、あ、みか。うん。もんちゃんレアっぽい方が好きでしょ。うん。赤いとこもんちゃんが食べる。いや、全体的に赤いところ。いや、いいや。たまに。柔らかいかもね。どうだろう。
きます。はい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 。ソースはーい。ソースできたら呼ぶわ。うん。わあ、美味しそう。のめさん、何でソース作るん？照り焼きソースにする。酒、醤油、みりん、砂糖。え、砂糖入れるの？いや、大丈夫だから、のんちゃん。俺を信じなさい。だって、のんちゃんさ、気づいてないけど、ステーキガストの時、照り焼きソース使ってんじゃん。え？使ってるじゃん。ガーリック醤油がいいの？少し砂糖甘めにした方が絶対うまいよ。俺が間違えたことある？少し入れさせて。サラダのお皿取って。取って。焦げる。今切ること。じゃあソース完成。ソース完成です。じゃあかけるよ。クーゾー完成です。ちょっといて、今日は和道バージョンです。
飯は。ご飯いい。なんだ。フルシングいる？金魚姫さん、和田さんのんちゃん、メリークスモス。メリークリスマス。よいしょ、いただきます。いただきます。肉肉。よいしょ。のんちゃんの方がね、毎回美味しいんだよね。いただきます。インカの目覚め。うん、おいしい。うん、インカの目覚め超うめえ。ステーキいただきます。うん、うまい。かてえな。うん、うまっ、うまっ。朝飯。のんちゃんしか映ってないの。だってしょうがないじゃん。うん。猫の目さん、クリスマスプレゼントあるん？ないよ。金魚姫さん、のんちゃん、おいしい？おいしい。金魚姫さん、のんちゃん、もりもり食べてね。もりもり食べるよ。え、この目、お前彼氏と一緒に過ごせよ。まクリスマスに若い女が何やってんや。なあ。うん。振られたのか。猫の目さん、過ごしたでわらわらわら。MPA さん、もりもり食べて楽しいセクロスわら。
べえ、インカの目覚め超うめえ。甘い。うん。これうまくない？うん。超ハマりそう。じゃがいも嫌いだけど、これだけは本当にうまい。こんなんだったら毎日食うもん。何、しかもリスナーがまだそれ言ってるんだ、10年前からあるよって言ってた。うん、いけよ。こちらごくつぶし総本舗さん、腹が減ってきた。うまいよ。手作り好き。全然甘くないでしょ。うまいでしょ。ポラ化粧品さん、インカの目覚めって初耳。インカの目覚め超うまいよ。びっくりするぐらいうまい。今まで食ってきたジャガイモで一番うまいかも。うん、高くないです。仏もカリさん、インカの目覚め甘いよね。うまい。こんなうまいもん知ってたの、みんな。なんで教えてくんねえんだよ。ご飯2杯食べちゃおうかな。うん。こんなうまいもんがあったとは。三枚の量多い。猫の目さん、麦ご飯って美味しい。麦ご飯美味しいよ。超うまい。プチプチするな。プチプチパサパサする感じ。っていうか、あのよく刑務所が麦ご飯なんだけど、はっきり言ってあの麦ご飯の方が健康にいいし、普通にあの美味しい。金魚姫さん、プチプチがいいよね。いや、麦ご飯普通にうまいで、栄養価も高いし、なんか昔と香りが違うのかな、改良されてんのかな。柔らかくなったんじゃない。おう、高いよね。うん、こちらごくつぶし総本舗さん、給食を思い出す。猫の目さん、麦100何？麦100は食えないと思うよ。マウさんはどつる。わたつ。プレゼントボックスありがとう。目悪くてなんか見えない。うん。金魚姫さん、麦ご飯に山芋かけたやつうまいよね。うん、猫の目さん、白米と混ぜてるんや。そう、ほんとね。猫の目教えてあげる。そう。いや、猫の目自炊しないから関係ないか。こういうのが売ってんのよ。こういう。で、お米2合にこれを入れんの。お米2合にこれを入れんの。麦ご飯ができる。猫の目さん、へえ。うん、自炊しなかったら分かんないよな。インカの目覚めうまいな。猫の目さん、麦って白いんや。なんかこう、なんて言うんだろう、
麦飯うまいよね。うん、大好きで、普通のご飯より麦飯が好きだよ。牛タンとね、とろろと、ね、金魚姫さん、うちは6号だからそれ3本だな。うん、ネギシで麦飯。クモモンさん、6号はすごい W。 ん、6号大家族じゃん。金魚姫さん、大家族なんす。あ、大家族なんだ金魚姫って。何人ぐらいの家族？そうなんだ、分かった。楽しいね。うん、金魚姫さん、子供が3人。大家族か。大家族ってほどでもなくない？だって俺3人兄弟だったから、なんか別に自分の家が大家族だと思ったことないよ。3人、まあ5人家族か。6号、まあ6号だろうな。おじいちゃんおばあちゃんいたね。金魚姫さん、男ばかりだからめちゃくちゃ食べる。うん、うん、まあ6号は行くね。男ばっかりなんだ。これだな、これそば。うん、でっかいの食べな。うん、金魚姫さん、30キロの米が1ヶ月。うん、そんなもんな。あのさ、農家の紙袋の米、うん、うちの家もそうだけど、あ、スーパーの米じゃない。金魚姫さん、それそれ、うん、俺の家もそうだった、田舎のさ、あれ安いんだ。安いしね、うまいんだ。金魚姫さん、自分で精米しに行くのよ。うん、へえ、大変。モモンさん、へえ、そうなんだ。あれ売ってるの？売ってる売ってる。てか田舎なんかあんな売ってるよ。売ってるっつうかね、闇米みたいなのがある。闇スイカとか要は JA とかの金魚姫企画に収まらないやつ、ちょっと崩れるやつとか、あ、これ出来がいいっていうのを裏に隠すの、農家の人は。で、奥さんとかが朝近所に売りに行くの、安く。こちらご正規ルートではないやつ。さん、クズマイネ、農家の小遣い稼ぎよ、お母さんの。闇米闇大根、闇人参、うん、いいね。闇取引がされてるの、朝自転車でピンポーン。金魚姫さん、闇まいって、うん、クモモンさん、そんなのあるんだ、脱税まい。あれ闇でしょ。猫の目さん、闇べえ、わらわらわら。あれ農家のお母さんの一日のお小遣い、パチンコ代。金魚姫さん、脱税米、わらわら、確かに。あれは、いや、そういうことだよ。
あのなんか朝爽やかに売りに来るけど、言ってしまえば脱税米だから、ね、闇米だから、闇大根、闇もや。こちらの口本舗さん直接売ると利益あるよね。直接売ったらめちゃめちゃ利益あるよ。くももんさん脱税米って www、うん、だって全部入ってくるんだもん、 JA とかに抜かれないわけな。おばちゃんとかは新鮮な野菜をあのなんつうの、まあスーパーより安くいいものを売ったけど、新鮮、朝取れたてのやつで、闇取引だよね。朝の田舎の町の朝の闇の取引の光景、うん、主婦たちはスーパーに行かず、税金をかかってない闇米を、新鮮な闇米を手に入れ、農家のババアは脱税を行えるんだよ。あ、脱税米だな。ほら、30キロで8000円だから、これ脱税米を食ってるんだよ、金魚姫は。家族、大事な大事な息子3人を食わせるためにね、悪いこととは分かっているけれども、金魚姫は30キロ8000円の脱税米を食ってるんだよ。そう、中国共産党だったらもう速攻打ち首になってるよ、それ。日本だからなんとかね、グレーゾーンだけど。脱税米だよ。金魚姫さん打ち首。うん。100年前の日本だったら晒し首だったよ。村の中央の広場で。おっか。猫の目さん闇から夜の取引違う。おっかは悪くねえ。金魚姫さんさらし首やだ、うん、こちらごくつぶし総本舗さん支柱引き回し、うん、怖いわ、お顔離せ。金魚姫さん怖いわ、金魚姫さん、うちは田舎だから当たり前だよ。いや、俺も成田も当たり前だよ。うん、月の宮子さんさん、食レポ頼みます。食い終わった後に食レポ？美味しかったです。くももんさん30キロ8000円ってかなり安いね。めちゃめちゃ安いよ。だスーパーの東京の米って5キロ3000円だよね。10キロ5000円、うん、5キロ3000円、10キロ本舗さん、めちゃくちゃ安い。脱税米だからそんな安いんだよ。金魚姫さん精米米だからね。いや、脱税米でしょ、うん、JA の人にバレないようにこう隠して、早く、あ、JA が来るわって早く地下にって言って、家族がこう抱えてこう地下室に隠した脱税米や、うん、早く来たわ、し、金魚姫さん、そんなにこそこそ買うの？そうだよ。だから役所が動いてない、朝8時前に来るでしょ、田舎は。くももんさん、精米の前は政府機能が止まってる、やつらガバメントの機能が止まってる、朝方に自転車で売りに来るんだよ。高級米やな、わかる。秘密のアルバイトだから。母ちゃんもこんなことから足洗おうよ、うん、脱税米なんてやめようよ。金魚姫さん、今度からごっそり買わなくちゃ。ごちそうさまです、うん、ごちそうさまでした。
ステーキの焼き方覚えちゃったな、うん、和田さん。今度からこっそり買わないじゃないよ。奥さん早く中へだよ。奥さんこんなところで早く玄関へ。モンさんいいな、アラスクで新鮮なお米が手に入るの。電気を消して懐中電灯で。本当にせちがらい世の中になっちゃったわねっつって。こうでもしないと生きていけないわ。私の若い頃は米に税金なんてかかってなかったんだっつって。私はいつでもやめないよ。私の目の黒いうちはいつでもやめないからね。いや、そういう壮大なスペクタクルが和道ムービーだよ。ザ脱税舞。でその脱税前のおばあちゃんが病に倒れた。ゲホゲホっつって。おばあちゃんっつって。最後の米だよっつって。この地図をご覧っつって。最後の地図だよ。2年分の脱税米が蓄えてあるからって。見つかるんじゃないよって。おばあさん行きなって。でも私金魚姫涙ぶわーめ。うるさいきな、私はもうダメなんだから。ここでお別れだよ。脱税米の話だよ。脱税米と農協をめぐる壮大なストーリー。政府のやつらに見つかるんじゃないよ。カリュウさん愛してる。最後のオチはありがとうございます。花火ありがとう。最後でもその米を食って育ったこの2は意外な展開だから。脱税米2はすごいよ。母さん俺農協に入るよっていう展開からパチン。ちょっと老けてるの金魚舞は。ちょっとシワが深くなってて12年後だから。パン。あんたそれだけは許さないよ。母さん俺はもう JA に農協に行くんだ。2はだからその脱税舞で育った子供が敵側に入るっていう、大人になってね就職するっていう壮大なストーリーだよ、うん、すごいもう感動ですよ。猫の目さん脱税前から花火もらったよ。脱税前ではないから。ぶっ飛ばしたよ。豆大福さん、今日は彼女さんいないんですか。金魚姫さん脱税前からでわらわらわら、うん、クモモンさんそれね www。金魚姫さんじわる、こちらごくつぶし総本舗さん一大女子し。脚本が。猫の目さんこの前ご飯食べた後モンブラン2つ食べてたなわら。いやだからそれで糖尿病になったからやめたんだよ。甘いものとジュース飲めないんで今縛りだよ。モンブラン超痛えよ。
頬こけてきたんじゃないの、ちょっと。あれパンパン。カリュウさんありがとう、怒らんで。うん、金魚姫さんモンブラン中止。クモモンさんモンブランを思い出させた W。 猫の目さんのんちゃんの分もケーキ食べたからやな、わらわらわら。うーん、一生分のケーキ食ったんだよ。肝臓を破壊するほどのケーキを食ったんだよ俺は。肝臓を破壊、破壊、肝臓を患った。モンブラン2個で肝臓を破壊し寿命を削り俺は破壊し。あ、ラップだ。金魚姫さんすいい分だな俺、うんうん、かっこよかったね今。うまいことMC和道が。カリュウさんおめでとうさんビーム。ミーとゲンゴロウってまだやってるんだ。ツイキャスになんかニコ生の大手がいっぱいいるんだけど。金に目がくらんだミーとゲンゴロウみんな生きるのに必死だから脱税花火をもらってるんだよ俺らは。脱税花火、政府ガバメントについに監視されるようになったから俺らも。脱税花火だったんだけど今まではアイラを、アイラがアイラがマルサに捕獲されたことによって全体的に厳しくなってきたんだよ、うん、全体的に。こちらごくつぶし総本舗さん公安対象。公安対象だ。公安ではないでしょ丸さでしょ公安がウォッチするほどの存在ではないわ。ノエルぐらいだよ公安にウォッチされたの。ノエルとヨッサンと新野町だけだからマークされてんのあの3人はね、ほんとね、すぐマスコミにリークされるから大原誠二と森喜幸とノエルすぐパクられるから、すぐ、そう、次の日すぐもうニュースに出るから糖尿でのワドさんの寿命が縮んだ。死んだよ。のんちゃんと一緒に帰るね寿命合わせてるからね、のりこに、うん、ありがとう。のりことぽっくり行くから。カリュウさんほな、さいなら。はいはい、のりこと縁側でポックリ行くのが俺の夢だから。金魚姫さん AF ちゃん結婚するってだからシャブ中嫌いなんだよもうだからシャブ中カップルダメなんだよ。みんなで AF ちゃんを救出するとかいう、うん、いやもうシャブ付けにされてるでしょこれ、うん、終わったよこれ。諭吉2号にしか見えないもん俺諭吉2号でしょ。ていうかほんと薬蔓延してるよな。もうプッシャーがいるとしか思えないもんね、ふわっちリスナーに。あ、ゆかちが集金しに来てるゆかちが、あー、アイテムこじってんな。すごい？まあまあかな。まあ今日は不調だね、やっぱり、うん、あれでしょう、妊娠で落ち目なんでしょう。どうか花火12発、招き1発、大花火2発だからちょ調子悪いよね
ハリューさん良いのか。良いのかって何が。なんだクリスマスにお薬さんか。またパクられちゃう。お薬さん多いな。さて何やろうか。でもやっぱりさ、あの冬に神会は起こるね。今年は森丼で終わったね。やっぱりよっさん持ってるわ。俺も来年沸かせよ。来年の冬と夏は荒れやすいんだよ。なんでかっていうと、夏中って言って中学生とか高校生たちがドカッと閲覧増えるから、あの荒れやすいんだ。ドカッと閲覧増えて配信者テンション上がるし、コメ欄が湧くから、コメントが走るからね、神会が起きやすい。夏休みと冬休みのシーズンはね、配信者頑張るんだ。金にはならないけど閲覧は稼げるんだ。いい男ありがとう。今から着物ちゃんと引いてあげるよと。これこれってタトゥー入ってる？本当？わかんないけど。あ、違う、腕毛が濃いだけだわ。腕毛がタトゥーに見えた。それワドさん。いや、俺より濃いよ。光くんより濃いよ。すごい、もうほら、のんちゃん。うつぞ。ほら、ほら。尊敬深いよ。本当？タトゥーに見えるでしょ？うん。今日息子の友達と配信者の話になって、一人だけ和道さんのリスナーがいた。高校生に病気だな、くすあれでしょ、こじらせてるでしょ、サイコパスの名刺してたでしょ、うん、こじらせてる子だったでしょ、目が和道リスナーで高校生がいた、うん、病んでるな。いるんだ高校生で俺放送見てるやつ。多分友達いないんだろうな。友達いないんだろうな、うん、和道つがいかに面白いか、いかにコアなコンテンツか、盛り上がった。いや俺が評価されんの40代とかじゃないの多分。あのそんな気がするよ。友達はうちの息子。何それ、友達はうちの息子、うん、どういうこと。ああそういうことか、うちの息子が友達ね、うん、まあびっくりするっていうか、もういやだからまあまあまあスーパースターですよ、もう本当に。まあ街を歩けば和道だって言われるぐらいの、やっぱりもう超有名人なんで、現代社会のね、本当にメインストリームで活躍してる、本当にもうすネットの闇とか言うな。あれ一番面白かったのが、俺がリアトツで一番びっくりしたのが、超高円寺系のドレッドヘアでレゲエみたいな、もうカラフルな T シャツにモフッとした、なんかタラーンとしたエスニックファッションで、超なんかマリファナスってそうなボブ・マーリーみたいな人が、ワド君頑張ってって言って俺にアクションを求めてきた時に、俺はすげえって思った。香ばしすぎるって思った。ワド君
俺超和野くんの放送好きだからマジで頑張って、すげえ力強いアクションされて濃いなー濃いなーって思ったよ、うん、多分ラッパーなんだろう、レゲエラッパーなんだろうね多分ね。いや嬉しかったよ、ジャンル広いんだよジャンル広いけど、まあ普通じゃないんだよね、なんか何かしら普通じゃないんだよねなんか新しいことやりたいな、来年は、来年なんかお客さんを入れるスタイルのなんか配信スタイルを確立したいんだよね、リスナーさんがこう生で見れるみたいな配信ショー、そういうスタイルのねなんか放送を作りたいんだよね。なんかそのリスナーさんとねやっぱ放送の垣根を越えていきたいっていうか、あと映画だな、うん、映画どうしよう、クリスマスプレゼント企画やる？じゃあ俺のこのよれた T シャツにサイン書いて、もう3年ぐらい着てる T シャツリスナーにプレゼントする。この鼻水が、このここのところに鼻水がついた首が伸びてる俺の T シャツ20枚在庫一掃整理するもう和道リスナーからしたらたまんないよ、私服だからね。私服、うん、イケメンが回してる、イケメンじゃないよ、いらないか、うん、リスナーさんでグッズ何が欲しいんだろう、本当に欲しいもん作りたいんだよね。ステッカーとか惰性で買ってるでしょ惰性で買ってるっていうよりも本当に欲しくてステッカー貼る目的で買ってなくて貢ぐ目的で買ってるからな、なんか欲しいものを作りたいんだよな。でもそうするとうち主婦層だからオフィス来たのに入らないのか、うーんノーコメントちょっとリアルなやつだからノーコメント ぶっちゃけた話をすると、多分なんだけど男官塾生が何人かオフィス来たの入るかもしれないよ、下手したら、もしかしたらね。で今ダンカンさんが一番目をつけてるのはアキラッパだからアキラッパがオフィス来たののホームページに載るかもしれない、うん、リアルにね、ダンカンさんがちょっとネット配信、ダンカンさん専務なので、結構そのダンカンさん経営者になっていろいろ考えてるね、ネットについては。な、分かんないけどどうなるのか、ちょっとリアルに話はでもなんかそれ面白い試みだと思うんだよね、超ネームバリューある芸能事務所なわけじゃん、もう老舗というか。でそこの看板だから、その多分ねパーとか契約の内容とかによるんだと思うけど、俺そういうのありだと思ってて、つまみさんはね社長なんだけど、経営のその
方針とかで結構考えてるのはダンカンさんの専務なの。そうそうそう、わかんないけど面白いやつがいたら拾うんじゃないの、ダンカンさんも。っていうのもね、やっぱりこれからネットの時代だっていうのをやっぱ感じてるらしいね、今来てるっていうの、そのなんつうの、ネットが盛り上がってるっていう雰囲気はわかるらしい。ネットのことは詳しくないんだけど、だからやっぱ勘がいいんでしょう、芸能界でああやって活躍してた人だから。今トレンドなのどこなのかっていう。でほらダンカンさん自身はもうね、自分の一生分の稼ぎは稼いでたって、権利収入を持ってるわけじゃん。 NHK とかって一生入るんだよ、知ってた？ NHK の出演とかって DVD になったりとか再放送とかずっと入り続けるんだって。だから NHK すごいらしいよ、権利は。うん、だからもう正直もう安泰なわけじゃん。ただその経営者になったからやっぱり会社のこの先のことを考えていかないといけないのよ。いやダンカンさんから聞いたけど NHK はギャラ安いんだって。あの最初のギャラは安いんだけど、出演料みたいなのは。だけど権利がしっかり保持されてるからずっともう細かく入り続けるんだって。そう、 NHK はだからギャラもほんとね、民放とかに比べると10分の1とかなんだよ。だけどもうずーっとずーっと入ってくるから、長い目で見たら帰ってくるって言ってた。うん、そう、これからネットからメディア進出する人増えそう。やっぱあのどこもやっぱチェックしてるよ。だから芸能人をネットに押し出すパターンと、ネットの人を芸能界に入れるパターンっていうのは出てくる、絶対避けられない流れだから。そうそうそう、だからそこの橋渡しみたいなことをやりたくてずーっと活動してるからね。うん、だからまあ結構いろいろ話すし、いろいろ知ってるけど言えないことが多すぎるよ、言えないことが。あのねえ、何でもペラってきたけど、さすがに何だろう、年だな。言えないことが多すぎて辛いよ本当に。何でもかんでも言えるっていうことがなくなってきた。まあだからね、若くて勢いある子が夢掴んでもらいたいよね。頭かゆい時はコラージュフルフルっていうシャンプーがいいよ。なんでトレンド追っかけてんの。女子高生みたいな。カレオさんメリクリ。みんなメリクリ。クリスマス関係ない人たち、おはよう、こんばんは。そうだね、うーん、ツイキャスやってかないとね。うん、でもよくよく考えたらツイキャス移動するの分かった。あのキートスだけだと思ってたの、投げ銭7割って。で2ヶ月半とかだからフワッチの方が強いと思ってたけど、フワッチも投げ銭1000円投げたら、お茶爆100投げたら700円入るんだよ。でキートスもできるでしょ。で動画のタイムシフトの広告料金取れるでしょ。 YouTube のアップロードはワンクリックでできるの。あのね、正直言ってね、そらキャス行くわっていう状態だわ、もう本当に。そりゃフワッチやる理由なくなってくるわっていう。だからね、はっきり言うよ、あのね、ツイキャスとフワッチ掛け持ちしてる人、フワッチの気づいてないリスナーを取りこぼしがないように、ツイ自分のリスナーにする回収作業をやってるだけ。もうメインはみんなね、ツイキャスだよ、みんな超強い。てか欲しいと思ってる機能が全部ある、ツイキャスは。正直もうあのフワッチやるメリットがなくなってきてるもん、正直言うと。あのね、あの俺がすごいと思ったのが、無料アイテムと有料アイテムに差がないっていうのがすごいと思った。お茶爆50とお茶爆100は明らかに有料アイテムなんだけど、普通のお茶と
普通のお茶箱とか花火とかっていうアイテム、安いアイテムはお金を払って投げてるのか無料アイテム分で投げてるのかこっちは分かんないの。だからとりあえずお茶投げ、しかもね、何がいいかっていうとお茶ありがとうしか言わないんだよ。つまり例えばさ、クモモンお茶ありがとうとか言うとクモモンがロックオンされるじゃん。だけど向こうの文化ってコテハン読み上げないの。なんでかっていうと仕組み上ね、あのツイキャスの画面見たら分かるけどコテハンが出てこないの。花火がパッて出てサムネがちょっと載ってるだけだから邪魔にならないんだよ。ツイキャスもうやってるよ、うん、ツイキャスもうやってる。だからその 負担にならないっていうのかな、心のさーっと本当に支援できるっていう気軽に、そこがでかいね。いい仕組みだよ。あとは延長料金かかんないのが一番でかいかな。月2万〜3万かかるから。そう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 。だから無料アイテムと花火ってさ、あからさまな差があるわけじゃん、ふわっちだと露骨に。だからそのしかも無料アイテムは機能として効果ないけど、ツイキャスの場合はお茶を投げたらおすすめに乗るから無料でもちゃんと応援になるの。でもさ、ふわっちの無料アイテムって何の意味もないじゃん、全く意味ないから。だからね、仕組みとしても仕組みがダメだね、ふわっちは。ふわっちはね、もうあのもし大きなテコ入れ、大きなシステム改良とかをしなかったらもうこのまま終わるっていうのは今年がピークだね、俺の読みは、うん、残念だけど。ツイキャス和道で検索、和道じゃない、俺はコテハン和道監督に変えてるから、もう、あのもう和道でやってないよ、全部のアカウント和道監督でやってる。だから和道じゃ引っかからないようにしてる。ふわっちは低空飛行だろうな。いやいや言ってないよ、あのふわっちの時代が来るって言ってたのは1年前で、来たじゃん。だから今のことを予言してた、実際来たじゃん、予言通りじゃん。俺はつい未来のことを言ってるから。それ言ってたのってさ、ふわっち始めた時でしょ。実際だからよっさんが来たタイミングとか全部ビタビタにやってたじゃん、売り上げ規模これくらいになると か、 だからこれからゆっくり衰退していくよっていう、だから今がピークっていうのが俺の読み、今年の売り上げがピークで、ね、来たは来たじゃん、大ブレイクでしょ。だって経営始めて3年目だよ、3年目でここまで伸びたサイトないもん。ただちょっと露骨に金稼ぎしかしてないからちょっと今はまずいと思う。ふわっちの運営さんには頑張ってもらいたい、好きなサイトだから。そこだね、うん、俺の課題はそこ、そう、本当にそう。でもまあなんとかなると思うよ。だって2日間しかやってないのに、もうキートスとさ、あのお茶箱設定もうクリアしたから、余裕で2日でクリアしたかんね。で今レベル何？俺ちょっと待って、レベルがレベルなんだ俺、レベル21だよ、もう早くない？レベル50マックスでもうレベル1だよ、うん、まあ延長料金かかるのはおかしいよね。まあでもふわっちは、うん、便所さん、しかも聞いた？便所さん今年いっぱいでふわっち引退するって、キャス一本で行くって腹くくったよ。だから金梅さんに追随するんでしょ、便所さんがだよ。もうそういう配信者ドカッと出て、多分ね残るのね、ワンワンとか微妙な中堅配信者、ドレさんとかワンワンとかが残って遅れていくっていう。だからなんかランハゲさんとかが残ったりとか、
だから FC2 みたいになると思うよ。でメインストリームは全部ツイキャスに移動すると思う。金林さん今月20万ツイキャス？いやいやいや裏っ引きが。マリゴリは金林さんのリアル知らないからだよ。俺配信外でだよ。金林さんの横行って日高屋行ったらだよ、日高屋から出てきただけですっごい綺麗なキャバ嬢がキャーって叫んで、金林さんですよねっつったら急にバッグからあああ あって財布から2万円出して少ないですけどっつってへーへーありがとうへーへーへーとか言ってそういう世界。俺金林さんがそういう風にあーってお客さんっていうか、あ街歩いて通行人があ金林さんってなってもう自然と財布に手出してお金渡すの3回ぐらい見てるよ光くんとかも。だからもうしかも桃の名さんも見てるの。10万ぐらい包んで封筒に入れてるキャバ嬢とかが桃の名さん大好きですっつったら裏で配信こうやってやってるけどあーオッケーオッケーっつってこうやって映らないようにそうやんなーっつって汚ねえよな桃のカメラこうやってあそうなんや、うん、ありがとなーっつってこうやってそううんうんうんっつってすげえすげえ面白かった。配信には見せないの、うん、見たよねくまモンね、うん、だからその全然食いっぱぐれることはないよ、うん、食いっぱぐれることはない、うん、あの正直言ったら、うん、俺もね別に露骨にやってないだけであのくれって言ったらくれるもん。麻薬の取引みたい、うん、多分ねあのリスナーの見てる側のギャップと実際のそこそこ有名になったやつの体感っていうのが違うんだと思う。なんかもうほぼ芸能人より有名だよ。だって俺クラスですら新宿歩いてて布団取りに行きました、うん、和藤さんって言って若い男の子が声かけてきて僕リスナーなんですどうのこうのって言って、あそうなんですかってありがとうございますって言ったら、で僕芸人やってるんですよって言うの。まだ2年なんですけど芸人やってるんですよって。逆転しちゃってるんだって。芸人さんが配信者にファンですって声かけたらダメでしょ。本当に逆転しちゃってんの。ふわち配信者じゃなくてもともとキャスの配信者でしょ、もともとニコ生の配信者でしょ。ふわっちから成功したのってドレさんだけだよ。他にいる？ドレさん以外いないよ。ふわっちからのし上がったので、俺ニコ生出身でしょ、よっさんニコ生でしょ、新八丁ニコ生キャスでしょ、便所太郎さんツイキャスで成功してる、つばにゃんツイキャス、パルパルツイキャス、ヒカルくんツイキャス、テルもツイキャス。だからふわっち配信者っていうのがもともと移動されてるから、うん、だからどれさんぐらいだよ本当にふわっちで当てて有名になったのって。他にいるか。捨て頃っつうか実力だよ。きっかけが捨て頃だっただけで、あの人は売れるって思ったもん。配信見た時に売れるっていう確信があった。うん、そう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 。いやそれはならないと思う。多分配信者って名前じゃなくなると思うね。もっとキャッチーな名前になると思う。昔配信者って呼ばれてたっていう、配信者のイメージ悪すぎる言葉に。だから多分キャスターとかなんかそういう名前になるんだと思うけど、ブロードキャストのキャス、なんだろう、なんて言うんだろう、ライバーか、ライバーの方がしっくりくるじゃん。多分 YouTuber みたいにライバーとかそういう感じになると思うよ。俺はもう少し続けるけど、うん、まだ様子見って感じかな。俺は手広くやるっていう感じで、っていうのも俺のキャラクターが癖が強いからどこで当たるか分かんないから、だからいろんなことやるね。横文字になった方がいいでしょ。だって配信者っていうよりもライバーって言った方がかっこいいじゃん。多分俺ライバーっていうのが来ると思うよ。他のサイトはライバーで押してるから。
まあ金梅さんだけだろうな。トム池も閲覧落ちちゃったかんな。日本人は横文字大好きだから、横文字大好きだから短い方が好まれる。まあまあライバーだろうね。ちょっと配信者は語呂悪いね。閲覧50ぐらいかな今。ふわっちの運営も賢いから次の戦略考えてると思うが、考えてるけど稼いでるのが足かせになってると思う。要は回収終わって売上今3位なの。ショールームがぶっちぎりの営業利益で、で次が17で、その次3位が売上だから、ツイキャスよりも売上高高いの今。それが逆転する。だからトップ3に入ってんだよ今ライブ配信サイトで。だけどじゃあこの1年間何が機能変わったかっていうと、何も変わってないの。何も変わってないの。だからそれが危ないっていう。だからむしろ3年前に仕掛けた種が花開いて実ったんだけど、次の収穫に備えてるかどうか、だからいつも言ってるけど、配信サイト潰れたらどうすんだよってよくアンチコメントあったけど、いや俺ら関係ないよってよく言ってたじゃん。サイト移動するだけだから、実は俺らお客さん持ってるから食いっぱぐれないんだよって言ってさ、意味が分かったでしょ。そう、一回有名になっちゃったら勝ちのゲームだから、そうイノベーションの時期だね、もう一回、イベント多すぎるね。あのリスナーっていうか、いいリスナーがみんなツイキャスに行ってる。正直言うと花火師がもう花火にうんざりしてる。花火投げたら叩かれるから。ツイキャスは叩かれないもん。ツイキャスでバンバン投げてるよ、ふわっちの元花火師は。だって俺びっくりしたのが、ツイキャスで投げてくれるもん、あのふわっちで投げない人が。それにびっくりしてる。だからまあトレンドに乗っかっていくって感じだよ。運営が伸びてるサイトのところに俺らは乗っかっていくしかないから。だからふわっちに頑張ってほしいの。大好きだからふわっちが。ただこのまま一緒に沈むつもりはないよ俺、一緒に沈むっていうことは考えてないから。俺も生き残んないといけないから、あぐらかいたら終わりだから、俺は攻めでいくよ。ふわっちの今の最大のメリットは速金ができるっていうことだけど、書類申請とか始まったからそこのメリットがガクッと落ちから、だから多分ツイキャスが追い風だろうな。完全な追い風。ほらもうクリアしてるもん。キートス、あれ決断は賢くだね。キートスアイテム収益もうチェック入ってるでしょ。まだ利用不可な動画収益、もう視聴者数300時間2日で超えたから、累計視聴100と。もういけます、キートスと。アイテム爆投げは早いよ。腐っても和道だから、腐っても和道。ツイキャスの中堅のポジション取り行くぞ、ヒールだもん、ヒール。いやもう全然やってるよ。2日でレベル21だね。ワド監督でやってる。最初はサイレントでやってたから。フォロワー今何人だ、フォロワーサポーターが139人か。でも139人しかいないのに閲覧50キープしてるって結構いいよね。いや俺分析めちゃめちゃ当たるって有名だよ。人のことは当たるんだけど自分のことが分かんないの。
だから結構ふわっち来たタイミングも絶妙だったでしょ。 YouTube ライブも着々と育ててるし、結構読みはいい方だよ。読みは定評がある。だから俺が予言してんのは、来年ふわっちが停滞する、要は衰退期に入っていくっていうのと、近藤組長が逮捕されるっていう2つもう俺の中ではもうはっきり予言できるっていう段階のこの2つ来年の春先から夏にかけて、多分今もう丸さじゃない、あの警察動いてるから調査入ってるはずの、閲覧数が400で通報入りまくってるはずだから、あれもう見る人が見たらもう確実にシャブやってるから、で警察が証拠を裏取りするのに半年かかるから、まあ夏にはもう刑務所だろうね。そうそう、種まいてるって感じ。ふわっち嫌いな人はね置いてく、あのキャス嫌いな人は置いてく、でふわっちも続けるっていう感じで、様子見ながらで、うんとね、正直言うとね、もうはっきり言って1日10時間やって2000円しか稼げなくなってるから、もう時給換算で言ったらさ、家賃払えないレベルになっちゃってんので、たまに一部の花火師が10万円とか投げるから、もう正直言って俺からすると怖くて怖くてしょうがない。だって今日だってさ、2時間喋って花火一発だよ。これ食えると思う？これだから俺からするとファンサービスでやってる感じなのよ。もうあの食えないよ、赤字だもん。だったらバイトした方がいいってなるじゃん。でもバイトはする気ないから、だったらキャス行くよ。だから支えてくれないってことは無理だもん、物理的に無理だよ。だからね、面白い人がどんどんいなくなっていったら、みんなも強制的に移動するしかないんだよ。だってニコ生から流れてきたのもそうだったでしょ。ふわっちなんか行かねえよ、こじきサイトがよって言ってて、取り残された人たち全員来たじゃん結果。うん、延長代もあるから実質1000円とかだよ。日当1000円じゃ無理だよ。だから今月そこそこじゃないのよ。もう毎2週間日当2000円とかが続いて、1ヶ月の間で爆投げ師がたまに現れて救われてるって感じの。やってる方からしたらボトムって言うんだけど、毎日1万円稼がないとやってらんない、プラスアルファでご祝儀っていう感覚。言ってる意味わかる？ヒヤヒヤでしょ。だったらあの確実に稼げるサイトに移動するもん。去年なんか毎日1万円稼げてたもん。そう、安定がなかったら無理だもん、無理無理。だから予言通りだよ、あの花火投げなかったら配信者消えるだけだよっていう。うん、面白い人とかやってほしい人にアイテム投げなかったら移動しちゃうし、みんな逃げるよって。俺だからふわっち好きだよ、ふわっちのリスナーも好きだよ。だけどやっぱアイテムもらえなかったら無理だよ。うん、生活かかってんだもん。みんなもそうでしょ、働いてる先で給料もらえなくなったら辞めるでしょ、どんなに好きな会社でも。そうそう、だから最低時給1000円は稼げなかったら無理だよ。うん、企業体もね強いよね。あとね、企業案件来てるんだよ実は。ふわっちはね、かあのツイキャスのツイキャスに隠してるけど、あのみんな企業案件抱えてる、裏で。だから企業案件ふわっちじゃ来ないでしょ。だからツイキャスで企業案件拾った方がいいと思う。企業案件って言ってないだけの、企業案件拾っていかないと食えないよ。だから裏ツイキャスの人たちは裏引き、アイテム企業案件とかだから見えないお金がいっぱいあるの。だから3倍ぐらい稼いでると思った方がいいよ。
のんちゃんが洗い物やってくれたよ。黙ってやるのがいい子だよ。そういう優しい子が好きなんだ俺は。あと俺がねやっぱねツイキャスいいなと思ってるのがツイッターのフォロワーがすっごい伸びてるの。要はあのツイキャスってもともとツイッターと連動が強かったから、あのツイキャス系の人ってフォロワー多いでしょ。ツイッターの3万人とかいるじゃん、便所さんとか2万3万とかで、ツイッターは結構ね増やしたいっていうのあるんだよね。これはもう1000万じゃ効かないよ。多分億稼いでると思うよ。あんだけ好き放題やってリスナーに来てなくて1億稼いでるのはでかいからね。相当もらってるよ。要はそのやりたくないことをやって金稼いでるのとやりたいことだけやって金稼いでる収入はレベルが違う。要は心の負担じゃないんだもん。楽しいことだけやって稼げるからすげえ強い。いやっていうかね、こびるっていう概念がおかしいの。リスナーも配信者も役割であってお互いにこびる必要ないんだよ本来は。だけどあのバランスが崩れてるんだって。そう、要はそのこびないと花火投げなくなったっていうことだよ。でその関係は続かない。お互いに感謝とリスペクトが必要な関係がベストだと思ってて、役割分担。風呂入ろっかな、どうしよう。まあちょっと今年来年は激動の時代になると思うよ。まあでもね、ふわっちにすげえ感謝してるよ。俺の人生変えてくれたサイトだから。かゆいっていうかね、かゆいんだよね、うん、いや、キャスの時代じゃないと思う。最終的に勝つのは俺 YouTube だと思ってる。最後の最後笑うのは Google だと思ってるね。 YouTube が一番えぐい、機能が。だから俺はキャスから YouTube に移動すると思ってるね。で最終的に長い目で10年単位で見たら Google には勝てないよ。入らない、うん、で今録画に投げ銭もできるから。あの YouTube の最大の強みは動画最強でしょ。録画に投げ銭できるでしょ。 CM 料入ってくるでしょ。企業案件強い。もう YouTube 知らない人がいない。当たったらもう億万長者確定だから。ツイキャスはまだまだ伸びるとは思うけど、結局 Google には勝てないよ。あと資本の違いだよね。日本のそのベンチャーの企業と Google が本気出した時のその動かせる額が違うから。チャットリプレイいいよね。面白いよねあれ。こういうさ、配信サイトの話題が出た時ニコ生っていうワードが出なくなったのが面白いよね。昔はニコ生って必ず出てたけど、オワコンになるってこういうことなんだよ。名前が呼ばれなくなるの。アフリカ TV、ユーストリームとかさ、もう名前すら出ないじゃん。忘れられるってこういうことよ。ふわっちでメインでやりたいんだけどな。結構半年間本当にね、血尿を流しながらやってたからね、ストレスで。キャスはまだあの設定してない。あのお金を受け取る設定をしてない。システムに関してはずっと DM 送ってた。運営さんにも、運営さんにメッセージも送ってたんだけど、検討します、検討しますで、ね、何一つこの2年間実装されなかったから無理だなと思って。
で、あの磯六さんと話した時、多分なんだけどプログラマーの人に解説してもらったんだけど、このサイトシステムエンジニアがいない、この会社自体に。要はね、これ買い取ったサイトなんだよ。だからアイテムの文字とか、要はイラストレーターとか抱えてるの、名前と金額とそのサムネイルは変えられるんだけど、プログラマーいない。だからシステム変えられないの。実は本当は変えたいんだよ。だから買い取ったサイトなんだよこれ。 OEM って言うんだけど、仕組みとしては他のシステム運営会社から1000万2000万積んで買ったので、システム改良するのにお金がかかるの。内部にプログラマーいないのは本当に、そう、運営さんも分かってるんだよ。だからこの今年稼いだ額で13億とか20億ぐらいの営業利益あるから、これをいくら投資に回すのか、5億とか回すのかっていう問題の、もうこれは経営サイドの問題だから、そう、うん、あのもう俺もこれ運営も焦ってるはずなのに、焦ってないっていうのはシステムの問題。要はね、側は変わるの、イベントとかは変わるの、だけど新しい機能が追加されてないっていうこと、そういうこと。委託っていうよりも OEM って、 OEM っていう仕組みがあるの。要はブランドはふわっちで、権利はふわっちなんだけど、システムの、内部を作るのはあの別のメーカーっていう。だからソニーとかがそういう会社じゃん。あのフェリカっていうお財布携帯の元の IC チップとかを開発して、全部の携帯とかに埋め込んで携帯会社から細かくもらうっていう。だから結局最強なのはシステム作れるやつだっていう。うん、だからちょっと運営さんも今苦しいっていう、今いい時期で浮かれてるのか苦しいっていう危機感持ってるのかは俺は分かんないけど、どうなるかね。うん、多分あるだろうね。まあツイキャスがこんだけ盛り上がっちゃってたらやべえって、来期の売り上げやばいっていうの分かってるはずだよ。で完全に終わる時教えてあげる。ゆっくり衰退していくけど完全に終わる時はアイラが移動した時、もう予言しておく。アイラがツイキャスに行ったらもうこのサイト終わり。なんでかっていうと、アイラがいなくなったらケンとかネトプリとか全員いなくなるから、全員いなくなる。だからアイラが辞めた時は本当の終わり。もうそっから終わっていくだけ、過疎生主だけになる。それくらいアイラは強いね。配信者は増えてても意味ないよ。上の3段、2段3段しか見てないから。マリゴリさんもそうでしょ。おすすめのふわっちの上から下見る。7、閲覧7とか 1とかの見る。で、あいつら結局儲からないとか閲覧が取れないってなったらやめる、雑魚生主だから見ないでしょ。だから上の2段だけだよ見るのは。だから関係ない、上の2段がいなくなってってんだもん。だからよっさんも多分移動するよこれ。よっさん今稼げてるから残ってるけど、だってツイキャスやったらよっさんなんて閲覧5000とか1万とか余裕でいくもん。ツイキャスの方が稼げるんだ、稼げるだろうね。見たとしてもすぐ移動しちゃうでしょ。だから意味ないの。あの人数がいくら増えたところ力がないから。だから結局ニコ生がそうじゃん。あんだけ盛り上がってあんだけの配信者を見出したのに、コンテンツホルダーないがしろにするとツイキャスに移動されちゃって終わったじゃん。今ゆいがさんがやってるだけでしょ。七原くんも辞めちゃったし。ふわっちが革命を起こすたら俺は力貸すけど、さすがに運営さんが動いてくれないとみこしは担げないよ。
じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとお風呂に入ってきます。クリスマス楽しんでください。面白いなと思った人は最後にアイテムください。お疲れ様です。投げ銭してね、みんな。ふわっち、ふわっち、俺好きだよ。みんな投げてね。少しでいいからね。10円でも100円でも。配信者いなくなっちゃうよ。お疲れ。